して勝ったし今のマジで。はいどうも、翔平 TV です。はい、本日はですね、台東区の東勢公園に来ております。ここといえばですね、もう YouTube を僕始めてすぐぐらいにね、野球場向こうさんとね、ここでキャッチボールをしたりいろいろやったんですけども、ゲストを呼びしております。どうぞ。あわああ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 あ確かに確かに、キャッチボール動画がいっぱい伸びたもんね。そう、超伸びた。3万再生ぐらいいったの。そう、今シーズン始まるんで。そうですね、初心に戻るということね。そう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 、わかりました。で、今回こちらのグランドペガサス。何これ、ちょっとなんかやってたやろ、これ。あ、やりましたやりました。グランドペガサス。そう、トップ。トップ2020年モデルのやつ。なるほど。これを買ったんで、ちょっとこう、ね、キャッチボールもしていきたいな。あ、確かにちょっと硬いもんね、まだね。ちょっと硬いです、ね。オッケーオッケー。じゃあ、鳴らしていきますか。鳴らしましょう。はい、よろしくお願いします。はい、そして、向こうさん、ちょっと。何ですか。実はプレゼントがありまして。はいはい、お疲れ様です。去年の秋からすごい流行ってました。女子プロ野球もみんな大好き着てるこちらの、はい、翔平 T シャツ。こちら 3L サイズ、向こうさんサイズ持ってきましたんで。隠れるやん、隠れるやん、向こうさんがこれ。え、マジで、え、だから 3L ってやばくない？上から着れる、上から着れる。これさ、大丈夫？アマダーサイズだけど大丈夫？ちょっとでかいです。やっとそう、一緒に来てみよう。一緒に来てみよう。オッケーオッケー。いい感じ。いい感じ。ちょっとなんかパーカーやつさ。ふもだしで。どうすか。ちょっと前来てもらって。あ、これはね、どうすか。きついっすわ。いいっすよ、ね。これどこで作ったの？これモンタナスポーツです。ああ、イルマのね。はい。そう。結構似合ってんじゃないこれ。めっちゃいいっす。いい感じいい感じ。染まりましたね。これ後で脱ぐから。じゃあ行きますか。行きましょう行きましょう。行きましょう行きましょう。はい。公式やってるんでね。だいぶ軟式の感覚忘れちゃったんですけど。リップスは、いや、まだね、まだわかんない。今年どうなるかわかんない。わかんないですよ。僕の苦手な近距離なんで。よし、お願いします。最近さ、ここ痛めたよ。この手首の骨。なんで前言ってたよ。公式打って、なんか多分ここの骨が破損したっぽい。最近さ、なんだっけ、こうさ、こうだけなんじゃなくて、はい、こういうのを意識して、そうそう、なんか回すらしいよ。スナップスロー今年はね、習得したよね。ちなみに今、96です。一緒やん、俺と一緒やん。俺もジャスト96やで。やばい。さあ、今年どうかな、調子。こんぐらい投げるたらいいけどね、俺も近距離で。なんか、これだけです、これだけね、そこまでは楽に、こうより、はいはい、こうなっちゃったよね。そうそうそう、多分こうなっちゃ投げないですよ。だから、そう、いや、多分それやろ、俺こっから、こうなってんすよ。だから、もっと一見こうなっちゃった。あ、そういうこと、脱力。あ、ほんとや、楽に、ね、振ってあんま意識せる方がいいやろ。そうもう適当でいいらしい。離すとこはもうこの辺で、ああこれ離せばここに到達するみたいなイメージを、はいはい、なんか試合中とかもさ考えてないもん。そうで、ちょっと間があるときは弱い頃が来て、間があるときはやっぱ考えすぎちゃってバーンって。ああだからもう考えない、目を切る。逆に間があって余裕があるときはワンマンするじゃないですか。あ、確かに確かに、なるほどね。今年もいいミットっすわ。今のカットするよ。今のカットする。でさ、もうサムネにサムネが決まっちゃいました。今のはもう次だよ。結局ね、公式だと逆に滑るよね。投げないですか、あんま。確かに。だから俺高めに打っちゃうんですよね。ああ。投げる機会が少ない。だいぶ投げてない。だいぶ投げてない。なんか翔平 TV イベント35人ぐらい集まったらしくて。え、マジ？はい。すごいっすね。そのイベント40で、
部で。マジでカットしてカットして今のマジで。それ今年やのピッチャー復活するんで。確かに。もうみんな俺のピッチャーさんとか忘れてるから。ピッチャー向こう打者翔平 TV でね。いやそれ月曜ぐらいやりたいよ。急じゃないですか。いやいやもうあの仕上げとく。今翔平 TV を見ている方1名様にプレゼントしたいと思います。大丈夫ですか？どっからだな。はい、応募条件はこちらの前原スポーツさんの Twitter とインスタフォロー、そしてもう翔平 TV のチャンネル登録はもう終わってると思うんで、翔平 TV のインスタフォロー、前原スポーツさんの Twitter とインスタと翔平 TV のインスタフォロー、こちらを応募条件として、当選発表はバレンタインデーの2月14日にしたいと思います。なので応募最終締め切りは2月の13日までにしたいと思います。それではお会いしましょう。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお会いしましょう。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた綺麗。